ウィリアム・フランシスリー三世は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、バーバンク出身のプロ野球選手。愛称は、スペースマン。ボストン・レッドソックスのサワン投手として、球団歴代最多の321試合登板の記録を持つ。テラリンダ高等学校から、南カリフォルニア大学を経て、1968年の MLB ドラフト22巡目で、 ボストン・レッドソックスに指名され契約。メジャーデビューは、本拠地フェンウェイパークでの1969年6月25日の対クリーブランド・インディアンス戦で、4回表から3番手として、登板し、4イニングを投げて1失点だった。その後も1972年までは主に、リリーフとしての登板だったが、先発転向となった1973年は、 MLB オールスターゲームに出場。同年を含めて3年連続で17勝を挙げるなどの活躍をした。1978年シーズン中に監督のドンジマーとの確執があり、シーズンオフにスタンパピとの交換トレードでモントリオールエクスポズに移籍。エクスポズ移籍1年目の1979年は16勝を挙げるものの、その後低迷し、 1982年5月9日にエクスポズを解雇された。最後にメジャーでプレーした1982年から28年の歳月が過ぎ、63歳となった2010年にアメリカ独立リーグのカナディアン・アメリカンリーグに加盟していたブロックトン・ロックスでプレーし、一勝を挙げる。65歳となった2012年にはアメリカ独立リーグのノースアメリカンリーグに 加盟のサンラファエルパシフィックスでプレー同年8月23日の対マウイイ開花戦にて4失点ながらもよし9例で関東勝利を挙げ、自身の持つアメリカが衆国のプロ野球選手の最年長勝利記録を更新した。ありがとうございます。